この後アルケイディアが陸空双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は？わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ進行を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。ではナルビナンには。私が行こう。ご一緒させてください。そなたらに。ありがたき幸せ。
ラスラヘイオス・ナブラディア殿下の戦死はダルマスカ王国を見舞った悲劇の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、継いで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。おい、大丈夫か？しっかりしろ。だから言ったんだ、足でまといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ？17歳です。そうか、両親。父と母は死にました。二つ下の弟がラバナスタにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞ、マシュ。おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。行くぞ、あそこだ。オースラ、行け。ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。
りアントリオ発動登場。おいらが潮時や。アントリオ先輩、よくやったアントは交代を阻止。相方へ、アントは引き出す。アズラ、どこだ、どこにいる。まさかアズラズ将軍まで。バカなことを言うな。アズラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんぞ。でも調印式が終わっていたら。Thank you.
将軍、ここは俺が何とかします。先へ行ってください。さあ早く。すまない。ダルマスカを奴らに売り渡そうとした。陛下は大国殿。和平交渉もこれで芝居だな。陛下は誰ますかを貴様たちに売り渡す大国殿だ。戦争は終わったのだよ将軍。誰ますかは我が帝国に敗れて、だが我々は誰ますかに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それも全て将軍、君のせいで台無しだ。俺は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。
和平の道は断たれ、侵攻を再開した帝国軍は王都ラバナスタに迫った。ダルマスカの命運は消したのである。もはや抵抗は無意味であった。サル筋から入手した情報に基づき、私はダルマスカ国民へ呼びかけた。徹底抗戦を唱え、ラミナス陛下を暗殺したバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍は大逆犯として処刑された。未だ戦いを望む者は将軍の同類である。ダルマスカを滅亡へと導く恥ずべき反逆者である。真の愛国者よ、剣を捨て祈りを捧げよ。平和を望んだラミナス陛下の慈悲深き魂に。そしてまた祖国の敗北を嘆いて自ら命を絶ったアーシェ殿下の誇り高き魂に。王家を失ったダルマスカはほどなく無条件降伏を受け入れた。片付けてやる。かもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。こいつはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。で、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵にかけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。その、お代を…お代だと？あ、いえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。ごめん。気をつけろ、小僧。おっ、シュッ、やられた、それだ。なんだと？
すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり？みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパンだよ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。その夢を叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。待っとったよ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きゃしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい。砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は酒井亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。酒井亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが酒井亭へひとっ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。
こら、カイツ。お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よーバン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れてあれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ、ミゲルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲルさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど、ほら、これミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら執政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんな、つまらんことで、機嫌を損ねるものか。仕方ない、さっさと通れ。じきに、この門も封鎖するからな。
や。はくそ。えい。
や。えい。や。は。
Like this video, don't forget to rate, comment and subscribe, and don't forget to ring that bell to get notified if I upload a new video or not. Yeah, thank you.